こんにちは、シグナルフラッグツイーです。今回は PETG を使ったプリントを初めてしてみます。 PETG は ABS より反らないのでプリントしやすく、 PLA が使えない力が加わる部分にも使える素材です。ABS のプリントで散々失敗すると試したくなります。今回使うのは E3 の PETG。 色はマジェンタ、赤紫とかライトレッドとか書かれてます。プリント温度は230度から250度となっています。綺麗に巻かれてますね。実は買ってから2ヶ月くらい放置してました。ガラスだとくっつきすぎて剥がすときに割れたりするとかいうので面倒で放置していました。PETG フィラメント用にベッド素材も買いました。 PEI ポリエーテルイミドという樹脂とバネ鋼板を使ったビルドプラットフォームです。 PEI は高い温度に耐えられる樹脂で170度で使えるそうです。 3D プリンターで使ういろいろな素材の定着も良いそうです。トロンキシ XY2 Pro のベッドサイズは 255mm×255mm というマイナーなサイズ。エンダー3用パーツが使えません。そんな中 XY2 Pro で使える PEI プラットフォームを売ってくれていました。ありがたい。これも買ってから2ヶ月放置していました。そしたらトロンキシ純正の PEI プラットフォームが発売されてしまいました。しかもセンサー付き。いいんです。なんかかっこ悪いし。この黒いのはマグネットシートです。ヒートベッドに貼り付けます。今回のビデオではまだ使いません。様子見です。十分に強い磁力があるようです。これが今回の主役、バネ鋼板です。バネに使われる復元力のある鋼です。両面が使えるようになっています。片面にだけ PEI フィルムが貼ってあります。マグネットでしっかり固定されます。バネ鋼板なので曲げることができます。プリントした造形物を剥がすときに役に立ちます。ほら、純正品よりかっこいいでしょ。鏡を取り外してバネ鋼板にしましょう。幅が5ミリほど大きいので、Z 軸のガントリーにぶつかってしまうか心配でしたが、大丈夫なようです。純正の Z 軸センサーは金属にしか反応しません。センサーが反応しないと使えませんが、ちゃんと反応します。PEI フィルムを保護していたフィルムを剥がします。マグネットシートを貼っちゃうと剥がすとき大変そうなので貼らずに様子見です。オートレベリングが動くか確かめます。
これから Z オフセットの調整が大変です。鏡と違って樹脂のフィルムはノズルがぶつかると溶けて穴が開いてしまいます。せっかくの新しいフィルム、ずっと綺麗に使いたいです。マーリンファームウェアに入れ替えているのですが、 Z オフセットがとんでもなくやりにくい。 BL タッチというセンサーを使うとほぼ無調整にできるのですが、純正からかけ離れすぎるとビデオネタの対象者がますます限られるのでやらずにいます。それでは PETG のプリントを初めてしてみます。ベッドまで交換したので調整が山のようにあります。 Z オフセットでかなり手こずりました。まずはフィラメントの送り、スムースにフィラメントが出てこなければ話が始まりません。Z オフセットの調整はこれで良いはずという手順で調整したのですが、それでは全く定着しませんでした。映像ではマーリンのリニアアドバンス用テストパターンをプリントしています。1層目にできた線の太さを見るテストパターンなのですが、全然くっつきません。Z オフセットに変な値を入れるとノズルがベッドにぶつかり、せっかくの新しい PI シートを傷つけてしまいます。じわじわとノズルをベッドに近づけますが全くくっつきません。 PETG は PI フィルムにくっつかないのかと思い調べますが、くっつきすぎて困るくらいのようです。結論を言うと、調整した Z オフセットをさらに 0.1 ミリベッドに近づける値に直しました。とりあえずくっついたので 3D ベンチをプリントしてみました。この時もまだ Z オフセットがベッドから離れすぎて1層目は綺麗にできていません。 PETG の初プリントです。どこまで形になるか見てみます。プリント速度は約 140mm/s です。形にはなってます。PETG は糸引きがひどいと聞いていたんですが、思ったより綺麗にできています。ヘッドがどっか行ってますね。アークウェルダーという円弧でヘッドを動かすプラグインを使っているのですが、時々暴走するんです。戻ってくると何事もなかったかのように続きをプリントします。最後までプリントできそうです。ノズル温度も適当に決めただけですが、思っていたより綺麗にできました。この時のタイムラプス映像がこちら。タイムラプス撮影の仕方を少し変えて試したんですが、ノズルからの垂れがひどいです。カメラ撮影時、モデルからノズルが遠くに離れるので、その時に垂れてしまうんです。真面目に温度タワーもプリントしてみました。また印刷速度が無駄に速いので、ブリッジは悲惨なことになってます。アルティメーカーキュラはまだ実験機能ですが、ブリッジ部のスライス条件を変えることができます。ブリッジの速度を落とせばもう少し綺麗にできるでしょう。
PETG フィラメントは高い温度が必要だと思い込んでいましたが、私のノズルの場合230度で良さそう。もう少し下げてもいけるんじゃないかなという感じです。ノズル温度を下げたら定着しません。すぐ剥がれます。Z オフセットをじわじわベッドに近づけますが改善しません。結局ベッド温度を80度以上にしてくっつきました。プリントした結果を紹介します。温度タワーでは230度のノズル温度に決定しました。ノズルからの垂れや糸引きはやはり多いですね。リトラクションの調整はこれからぼちぼちやっていきます。タイムラプス撮影時のノズルからの垂れがひどいですが、思ったより糸引きはありません。1層目の定着に苦労しましたが、反りがないので意外とプリントできます。ABS よりプリントしやすいというのは本当のようです。定着に苦労した1層目ですが、 PEI シートではガラスのようなツルツルな面にはならないようです。ガラスベッドのツルツルな面を見ちゃうとちょっと物足りないです。タイミングベルトが切れちゃうので封印していた加速度アップ、3000から5000ミリメートル毎秒毎秒にしてみました。やっぱ加速度上げるとキビキビしたヘッドの動きになります。十分綺麗にプリントできそうです。ホットエンドをオールメタル化しないとこの速度は出ないでしょう。フィラメントを溶かすのが間に合わないからです。一瞬止まるのはタイムラプス撮影をしている時です。撮影時に無駄なヘッドの動きがなければノズルからフィラメントが垂れることもなくなります。今回のまとめです。 PETG フィラメントを初めて使ってみました。ベッドへの定着が心配だったので、バネ鋼板に PEI フィルムを貼ったビルドプレートをベッドに使いました。PEI シートに PETG を定着させるためにはベッド温度を80度に設定する必要がありました。ノズル温度は230度にしました。リトラクションは調整中ですが、小さい値がいいみたいです。 PETG フィラメントの感想としては、反りが少なくプリントが成功しやすそう。大きなモデルでは糸引きとノズルからの垂れが問題になりそう。よって見た目が少し汚れるのでビデオ撮影用には不向きかな。リニアアドバンスの K バリューは 0.37 にしました。 PLA とほぼ同じです。バネ鋼板 PEI フィルムの感想としては、ベッド温度が定着に効きます。ベッド温度高めがいいのかも。ほとんどのフィラメントがくっつくので気にすることが減ります。 ABS の反りにバネ鋼板は負けそうです。今回のビデオはここまで。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。